はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今回はですね、こんな感じの宇宙のアニメーションをアドビフレスコで作っていきたいと思います。アドビフレスコのモーションパスっていうのがあるんですけども、それを使うとですね、簡単にこういうアニメーションが作れるので、ぜひ皆さんもですね、これを見ながら一緒に試してもらえると嬉しいです。はい、じゃあまず新規ドキュメントですね、正方形を選んでください。で、正方形選んだら、まずここにですね、宇宙飛行士を書いていきたいと思います。ブラシはですね、この一番上のピクセルブラシの中から、スケッチのペンっていうのを選びます。はい、で線が描けたら塗りつぶしていきます。塗りつぶすときは、この塗りつぶしツールですね、バケツでやっていきます。はい、こんな感じで宇宙飛行士のイラストは完成になります。宇宙飛行士描けたらですね、サイズ変形をして少し小さくしましょう。そしてこの真ん中ぐらいに宇宙飛行士を配置してほしいです。はい、でできたら完了ボタンを押します。で、背景のレイヤーを作っていくので、新しいレイヤーをですね作って一番下に持っていってください。で、塗りつぶしで暗めのネイビーですね、ネイビーの色を取って塗りつぶしていきましょう。ベクトル、ピクセル、どちらでも大丈夫です。今回ピクセルにします。何度でも色変えれるので、いい感じの色を自分で見つけてください。で、次ですね、星を描いていくので、プラスで新しいレイヤーを作って、ここに星を描いていきます。星を描くときもさっきと同じですね、ペンっていうブラシを取ってもらって、で、サイズを上げてこんな感じでポンポンポンってドットを描いていきます。白じゃなくてちょっとブルーの方がいいと思います。はい、で、こんな感じでですね、トントントンってするようにサイズをちょっと変えてあげたりして、全体的にまんべんなく星が来るようにしていきます。はい、こんな感じで大丈夫です。で、このドットが終わったら次、星空っていうブラシがあるのでそれを取ります。特殊効果っていうフォルダの中の星空ですね、これを取ります。で、このブラシを使ってもう少し明るめでトントントンってすると、こんな感じでキラキラのブラシですね、星の形がもう形成されているようなブラシがあるんですけど、これを使って全体に、これも同じようにまんべんなくこのように塗っていきます。はい、で、それができたらまた新しくレイヤーを作って、3つ作ってください。3つ作って、惑星ですね、色違いの惑星を3つ描いていきます。で、惑星を描くときはさっきと同じですね、スケッチの中のペンを取って星を、惑星を描いていきたいと思います。はい、こんな感じで惑星が描けました。このようにですね、一つ一つレイヤーを分けて、星だったりとか惑星を描くようにしてください。はい、で、ここまでがイラストを描くパーツになります。で、次アニメーションの作り方を説明していきます。で、アニメーションなんですけども、やるときはですね、右下にある、アニメーションボタンっていうのがあるので、これを押していきます。で、これを押すとアニメーションのフレームが下に表示されるんですけども、本来であればこのプラスボタンを押してどんどんフレームを追加していくんですけども、今回はモーションパスっていうのを使ってこのアニメーションを完成させていきます。モーションパスを作るときはですね、今この赤の、
惑星が選択されているんですけど、この状態で、パスっていうところ、下のパスですね、これ選択してください。でこの状態で、アップルペンシルでこのアニメーションの動きをこのようにですね、見えますかね、はい、こんな感じでアニメーションの動きをアップルペンシルで書いてあげます。でそうするとこんな感じで動いていくというような感じになります。で今この右側のレイヤープロパティのところを見てもらうといろいろ変化がつけれるんですけども、例えばこの複数追加のところをですね3とか4とか6とかにすると、このピンクの惑星がたくさん出てくるっていうような感じです。今回はですね2にしておきます。で、この速度オプションのところはですね一定の速度にしておいてください。で次、このブルーの惑星いきます。ブルーの惑星選択してパスを押します。でパスを押したら、アップルペンシルでこの惑星を下から上にキューッと持っていって外にはみ出させます。外にはみ出させて戻ってくるっていうような感じです。そうすると下から上に登っていってるような加工を加えることができます。でこれも同じく2にしておきます。で同じくこの黄色ですね、黄色の惑星もやっていきます。黄色の惑星選択してパスを選択で、この状態で外を回るようにアップルペンシルで書いていきます。でレイヤープロパティのところ複数追加のところを2にします。でそうするとですね、今すべてを再生を押すとこんな感じでこの惑星がですね下から上にブーッと進んでいってるような感じの加工を加えることができます。で、さらにこの細かい星ですね、後ろのちっちゃい星とあとは前の宇宙飛行士も動かしていきます。で、まずは星いきましょうか。後ろの小さい星なんですけど、これも選択してもらって、パスを押します。でパス押したらアップルペンシルを真ん中から上に持っていって大きく外をはみ出すようにして戻ってきます。でそうするとですねこんな感じでアップルペンシルの線に沿って動いていくんですけど、これだとねなかなか一部しかこう表示されないとねいうような感じになっていると思うんですけど、ここでですねこの右側のレイヤープロパティをいじっていくんですけど、このまず複数追加のところですね、ここを6とかにしてあげると全体的にこんな感じで星が舞ってるようになります。あとは下のところのフレーム数だったりとか、あとランダム化っていうのもあって、このランダム化を押すと少し揺れますね星が。なのでこの辺をいじってもらえるといいかなと思います。で最後宇宙飛行士なんですけど、宇宙飛行士は下から上に行くんではなくてこの場でですねガタガタ震えてるような感じのアニメーションになります。で、それするときはですねすごい簡単で、まずパス押してちょっと8の字にちっちゃくアップルペンシルを書きます。でこの状態でフレーム数、下の方のフレーム数のところを数字を低くしてあげるとこのようにですねこの場でガタガタ震えてくれます。これで完成になります。全てを再生してみます。はい、そうするとこんな感じで完成になるんですけども、いかがでしょうか。後ろの宇宙はですね下から上にこうゴーってね登っていってるような感じで、その中をですねこの宇宙飛行士がさまよってるようなアニメーションを作ることができます。ぜひこういう機能を使ってですねいろんなアニメーションを簡単に作っていただければと思います。はい、ということで今回は以上になります。私も YouTube チャンネルで iPad のクリエイティブな使い方たくさん紹介しているので、よかったら私の YouTube の方も見ていただけると嬉しいです。はい、ということでご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。